こんにちは、アンソニーです。身の回りの家電製品の中で特にここ最近技術の進歩を感じるのが LED 照明です。今回はモニターディスプレイで有名な BenQ さんから送っていただきました LED デスクライトをご紹介します。で、これはご覧の通りデスクに置くだけのスタンドタイプなんですけれども、これ以外にこのデスクのヘリに挟み込むようなクランプタイプもあります。で、もしどっちにしようか迷うようなことがあれば、とりあえずスタンドタイプにしといたらいいかなと思います。というのも、このクランプの部分だけ純正オプションで2000円ぐらいで売ってるんですよ。で、とりあえずこれ買っといて、後からクランプタイプにするっていうこともできますので。はい。で、今もう1週間ぐらい使ってますので、だいたい使い勝手とかは分かってきました。まずは機能や特徴をご説明します。なんといってもこのデザイン。シンプル&モダンっていう感じで、この辺なんかはちょっと近未来的な感じもしますよね。自由に好きな場所にピタッと止めることができます。まあ、ちょっとこれ持ってこようと思ったら土台を押さえる必要がありますけれども、こうやってピタッと止まりますね。で、可動部分が一応カタログでは5箇所あるって書いてるんですけれども、まあ実質4箇所かなと思うんですが、まず1箇所がこの根元の部分、ここで、ぐるぐる水平に回ります。で、次にここがこういう風に曲がりますよね。そしてここ、こういう風に曲がります。で、最後にこの、ランプの部分がもうここボールヘッドのようになってますので、結構自由に動きます。広い範囲を均一な光で照らすことができます。LED っていうのはこう直進しようとする性質があるらしいんですけれども、こいつはこの中でうまく拡散してるっていうことと、それからこの反り曲がったカーブによって広がりのある快適な光を実現しています。操作方法が実にスマート。ここに人感センサーがありまして、手をかざすと、はい、つきましたね。もう一回かざすと消えます。いいでしょ。これすらもめんどくさいという人は、後ろ側に人感センサーのスイッチがありますので、これをオンにすると人が近づくだけで自動的に点灯し、席から離れると30分後に自動的に消灯します。トップのこの部分は左右に回すダイヤルでもあり、プッシュボタンにもなっています。まずは光量の調整をしてみますけれども、今赤く光ってますよね。これは少し暗いですよっていうことを意味しています。これを右に回すと光量が増えていきますので、はい、緑になりました。これで今ちょうどいいぐらいですよっていう意味ですね。で、さらに右に回していって明るくしていくと、今グリーンのままですけれども、これがブルーになる時があります。それは明るすぎますよっていう意味です。光量の調整モードから1回押すと、今度は色温度の変更モードになります。これが右に回すと、はい、青白っぽくなっていきますね。左に回すと温かみのある光になっていきます。今やった方法で自分好みにマニュアル調整できるわけですが、自動でいい感じに調整してくれるモードが2つあります。1回長押しすると読書モードです。これは文字通り紙の本を読んだり物を書いたりするときに適したモードです。白っぽい色になりますね。で、光量も自動的に調整してくれます。もう1回長押しすると、はい、デジタル読書モードです。これも明るさ調整してくれます。これはスマートフォンとかタブレットとかの画面を見るときに適したモードです。ほんのり暖色系の色合いになります。これは一番少ない光量で一番温かみのある色温度にしています。ちょっと光量を上げていきますね。はい、これでマックスですね。
ちょっとね、空が少し明るくなってきましたけれども、実はこれ一つでもう他何もいらないぐらいですね、普段作業をするのは。で、色温度を変えると、ちょっとこの真っ白な色はね、ちょっと僕は個人的に苦手なんですけれども、長押しでこれで読書モード、もう一回長押しでデジタル読書モードですね。今私は暗く映ってると思いますけれども、ここ見てください。バッチリ明るいんですよね、これで十分。なので私普段作業してるときはもうこの状態で作業してます。部屋の電気それ以外つけなくても全然平気っていう感じで、で人感センサーをオンにして、もうずっとこのまんま、もう全く触ってないです。このまんま作業が終わったら寝るし、帰ってきたらここに座ったら自動的につきますから、そういう使い方をしています。全く触れてません。はい、少し駆け足で説明しましたが、どうでしょうか。なかなかいいと思いませんか。まあ、ちょっとデスクライトにしては少し値段は張るんですが、価格に見合ったクオリティだとは思います。この辺の塗装の質感もなかなかいいですし、この電源ケーブルも立派な編み込みになってます。で、あとこっちから見えないんですけれども、この裏側にですね、 USB の出力口がありますので、ちょっと近くで携帯を充電するとか、そういった使い方もできます。最近は読み書きをするよりもパソコンのディスプレイを見てる時間の方が圧倒的に長いので、正直デスクライトというものを軽視してました。その結果、たまに物を読むときに、無意識に薄暗い中で読むことを我慢してたような気がするんですよ、今思えば。で、それがこれを導入したことによって本当に楽になりました。読み書きがめっちゃ快適です。ですから、こう年とともにこう目が疲れやすくなってきたっていうような人にはぜひとも使ってもらいたいですね。で、何より、お子さんの勉強机にはもってこいだと思います。少し不満に思った点もお伝えしておきます。あくまで私の環境においてという話なんですけれども、もう少し高さが欲しかったですね。このディスプレイは27インチなんですけれども、少し台を置いてかさ上げはしてますが、できればこれを背後に置いて後ろから手前にアームを持ってきたいんですよね。でもそれができないんですよ。まあ、このかさ上げをしてなかったとしても多分無理ですね。ですから、まあそういう使い方をしたかったら、まあノートパソコンとか、それからまあせいぜい17インチ程度のディスプレイであればできると思うんですけれども、それができないのがちょっと残念です。なので横に持ってきたんですけれども、キーボードを置いてマウスパッドを置いて、そのすぐ横に置いたんですが、こいつが真ん中までは来れないんですよ。今度は長さが足りないっていうことになるんですね。で、無理に持ってくると完全に視線にかぶってしまうので、まあ別に真ん中まで持ってこなくても、全体を広く照らしてくれるので問題はないんですが、なんかこうシンメトリーが好きっていう人にはちょっと合わないかもしれないですね。結論として、大きめのディスプレイのすぐ横で使うっていうのはちょっと相性が悪いと思います。そもそも広い範囲を照らしてくれるっていうことは、こうディスプレイに少し反射してしまいますからね。ですから、やっぱりこいつが一番合うのは子供用の学習机とか、例えばプラモデル作りとか、何かしらこうクラフト的なことをされている方の作業台にいいんじゃないかなと思います。私はソファーの横のチェストの上に置いて、こう読書灯として使うとか、同じように寝室のこうベッドの横のサイドチェストの上に置いて、こう寝る前になんか本を読むために使うとか、そういう使い方をしたいと思います。それでは